かりと理解している方は応用がめちゃくちゃ効きます。土の中の水分量をコントロールしなきゃいけないんですね。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方こんばんは、古谷です。意外とね、初心者の方でも上級者の方でもこのことってあんまり考えたことないんじゃないですかね。実はですね、これをしっかりと考えていただけるとすごく植物が育つようになる、理屈がわかるみたいな感じです。ズバリ、土って何のためにあるのっていうお話なんですよ。で、これね、しっかりと理解している方は応用がめちゃくちゃ効きます。で、なんとなくこうね、根っこの方が大事っていうことが分かれば植物ってすごくうまく育つんですけど、見えている部分だけを頼りにしてしまうとどうしてもですね、うまくいかないっていう迷宮に迷い込んでしまうっていうことが多いです。で、今回はですね、まあゆるゆると話していきますけども、土のこと、土って何のためにあるのっていう話をしていきたいと思います。で、この土ってね、いろんな土売ってるじゃないですか、培養土でも値段がそれぞれ違ったりとか、何々土っていうのありますよね。赤玉土とか鹿沼土とかね。で、土は土でいろいろあるけども、水苔があったりとかね、あと、そうだな、砂も売ってたりしますよね。で、これ何っていうと、水分をどれだけ含むかっていう違いです。いわゆる水はけって言われてるやつなんですけど、鉢の中に土があります。もちろん庭の土もあります。で、土の粒子だけを考えてください。粒子を考えてみてください。粒子がものすごく細かいものからものすごく粗いものまでありますよね。で、一番細かいのは田んぼの泥みたいな感じです。泥ね。で、まあこうニュニュニュって踏むとちょっと気持ちいいみたいな、ちょっと癒されるみたいな感じのニュ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 の泥、ネバネバしてる粘土みたいなやつ。そして、洗い物、極端に言うと砂利ですかね。石とか砂利とか、水含まないでストーンって落ちますよね。泥全部含みますねみたいな感じなんですよ。で、土って粒子が細かければ細かいほど根って泥みたいになります。泥っていうか、あの粘土みたいになります。粗ければ粗いほど形が変わらないので硬いしね。なので、そのまんまっていう感じです。で、こっち水をめちゃくちゃ含みます。石とか砂利全く含みませんぐらいの感じだと思ってください。で、この水はけと保水っていう、この2つがまず1つ目大事なんですね。それから鉢の中でも花壇でもこの土の中の生態系っていうのがあります。実は土だけがあっても植物っていうのは生きていくことができなくて、この微生物とか菌とかミミズみたいな虫みたいなものがいるからこそ自然の生態系が作り上げられることになるわけですね。ではまず最初に水はけを考えていきましょう。まずこのね、鉢でも庭でも植物が根っこを張っていきます。なぜ根っこを張るのかっていうと、栄養とか水分を求めてるんです。求めて伸びていくんですね。で、求めて伸びていくと栄養や水分が吸えるから上の部分も大きくなっていきます。で、植物っていうのは葉っぱがこうあって、お日様を吸収というか、日差しに当たって光合成をするときに根っこから水分や栄養分を吸い上げていきます。それで生きているわけですね。いや、うちの植物は肥料をあげて生きてるよっていう方もいらっしゃるかもしれない。もちろんその通りです。山に生えている植物、誰も肥料をあげに来ませんね。なんで生きてるのっていうと、この生態系とか水を吸って生きているわけですね。で、まず水だけを詳しく話をしていくと、まずですね、この例えば園芸で売られているような植物を泥に埋めます。どうなりますか？根腐れしますよね。水分が多すぎるっていう状態です。もちろん、レンコンってハスの根っこね、ハスとか稲みたいな植物は水の中に生きてたりしますよね。泥の中に根っこを張ったりします。
で、一般的な園芸の植物っていうのは土って言われている粒子の大きさのものの中に生きています。で、これ土の粒子なんですけども、水はけよく水持ちがいいっていう状態にしたいので、いろんなものをこうブレンドしたりとかするわけですね。で、僕よく言うのは、膨らむ培養土とかホームセンターさんとかで20リッター1000円以上の培養土っていうふうに言ってますけど、これはですね、土のブレンドとして非常に優秀でいいものを使っているので、そういうふうにお伝えしています。じゃあ安い土ってどうかっていうと、粒子がね細かかったりとか、水はけ悪かったりとか、あとはまあこれはまた別なんですけど、虫の卵が入ったりとかっていうこともあります。で、この土の中の水分量をコントロールしなきゃいけないんですね。で、じゃあ仮に泥に植えた場合どうかっていうと、水分が吸い切れないぐらいたくさん入ってしまうので、まず根っこがですね窒息します。根っていうのは空気も必要なので、酸素も必要なので、酸素も入っていかなきゃいけないんですね。そうすると土っていうのはいろんなちっちゃい目に見えない穴が開いたりとかします。そこに水を含んだりとか空気を含んだりとかしています。なので、ちょうどいい状態で水を吸っていくっていう感じなんですね。で、この泥に埋めた場合どうなるかっていうと、吸い切れない分の量があると根っこが、腐り始めます。腐り始めると、何が起きるかというと、微生物とか、そういった菌とかがあるんですけども、その菌とかが微生物で、この腐ったものが好きな微生物、要はバクテリアって言われているものですね。このバクテリアっていうのが、それを食べてくれるんですけど、繁殖してより一層腐っていくように腐敗の方向に流れていってしまうんです。で、本来は発酵の状態にしたいんですね。発酵って何かっていうと、皆さんも毎日口にしている味噌、醤油、あとはなんだ、納豆とか、そういったもの全部発酵食とかって言われてますね。ヨーグルトなんかもそうですね。日本にある食品、発酵食すごく多いんですよ。体にいいっていうふうに言われています。これは、いい菌が増えたもので、悪い菌が増えるとこれは腐敗っていう方向に傾きます。で、腐敗したものっていうのは人間とか動物とか植物っていうのは欲しがらないんですよ。食べないんですけど、虫とかミミズとか、あと菌とか微生物っていうのは腐敗しているものが好きなので食べたりとかするわけですよ、ね。で、これをいい菌が食べてくれれば発酵の方に傾いていくんですけど、一回腐っちゃうんで植物が枯れてっちゃう、根腐れして枯れてっちゃう。だからそこのバランスを整えるために、土のその粒子の大きさとか水の含み具合っていうのをコントロールしてあげる必要があるっていうことです。で、今日は土のブレンドに関してはお話ししませんけども、まあ高い培養土使ってもらったら全然問題ないよっていう話です。そして次に、この土の中の環境ですね。生態系のお話をします。で、この生態系って何かっていうと、まずね、植物と微生物とかミミズとかっていうのは助け合って生きているんですよ。何が起きるかっていうと、根っこがありますね。で、微生物がいますね。土の腐った部分を食べます。食べてミミズさんだったら糞をします。この糞を微生物が食べて何をするかっていうと、この微生物がうんちをします。科学的には老廃物っていうふうに言われてますけど、この老廃物が出てきます。で、この老廃物って何かっていうと、植物にとっての栄養だったりするわけです。で、植物も老廃物を出します。この老廃物って何っていうと、微生物がすごく好きな食べ物、まあ、植物のうんちは、微生物の大好物、微生物のうんちは植物の大好物みたいなことが起きているんですね。で、このいい菌が増えれば増えるほど植物にとっての栄養が増えていきます。それで、その栄養を吸い上げて光合成して、水も吸い上げて植物が成長していくっていうことなんですね。で、これが土の役割なんです。で、そこに園芸用の植物っていうのは品種の改良がされてます。花も、自生地にあるようないわゆる原種のものよりも多いし、株自体も大ぶりになっていきます。で、この栄養っていうのは土の中のこの生態系だけではまかないきれない栄養素が必要だったりするわけですね。もちろん、いい菌をたくさん増やしていけば全然まかなえるんですけども、その状態作るのは、そういう育て方をしてないとできないので、一般の方だったら肥料で補っていくわけです。
補っていくわけですね。で、この肥料っていうのがいわゆる固形の肥料、まあうちだとプロが使う基本肥料とか、サキマックスですね、これね、これも液体のもの、あとはマックス茂る、まあ、これ葉っぱを茂らすための栄養素、まあ科学的なものなんですけども、こういったもので補っていくっていうのが理想っていうふうにされています。足りないものは補いますよっていう感じですね。で、有機質の肥料っていうのもあるんですけども、それを使ってもらっても全然構わないんですが、これ、基本うんちから出来上がっているので、虫が湧いたりとか、あとはカビが出たりとかっていうことがどうしてもあります、有機質のものっていうのは。そういうのが嫌だなっていう方は化学的なものを使っていただければと思います。あとですね、この土の中の環境を整えるためにあるのが、こういう激力剤とか、土を捨てずに済むよっていうものなんですけども、激力剤はミネラルがめちゃくちゃたくさん入ってる。で、土を捨てずに済むよはアミノ酸がたくさん入ってる。で、どちらも微生物がこの中にたくさん入ってます。で、これが土の中に入ることによって生態系がより良い、いい菌がたくさん入ってってくれるんで、腐敗の方に傾く前に、発酵の方にこうね傾いてっていけるっていうわけなんですね。ということで、実は土っていうのはもちろん植物にとっては日当たりとか風とかそういうのも大事なんですけども、水とか栄養素っていうこの大切な2つ、お日様、風、水、栄養、この4つがめっちゃ大事なんですね。この大事なものの半分を補っているわけです。で、ちょっと話を戻しますと、仮に1ポットだけお花を植えました、でも鉢の大きさがこんな大きかったみたいな状態だと何が起きるかというと、水はけのいい土を使っても、その一株に対しての根っこの量に対して鉢が大きすぎると土の量が増えますね。で、一番最初に言った土の量が増えれば水を含む役割があるので微生物めっちゃ増えるんですけど、土自体が多いんで水を含む量が全体的に増えちゃうんですよ。そうするとその一株の子が吸い切れない量があるので水分過多っていう状態になって根腐れを起こしやすくなるっていうことなんですね。ということで、なんとなくね、見えてきましたかね、土の役割。ということで、土、ね、安いものから高いものまでありますけども、ぜひこだわっていただきたいアイテムの一つだったりします。お庭の土も土作り非常に大事なので、この時期にやっていただけるといいと思います。どういうふうにやるかっていうと、このお花がこう植わってるとするならば、お花の横ですね、横のあたり、お花がここにあったら、この辺をね、ペッ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 と書いていただいて、そこに堆肥を混ぜるとか、いや、隙間がないなっていう方は、この土を捨てずに済むよを300倍とかに薄めていただいて、全体的にシャーっと巻いていただくだけ。これで微生物しっかり増えてくれるので、肥料の吸い上げが良くなったりとか、生育がね、春のスタートダッシュが全然変わっちゃうよみたいな状態になるので、ぜひね、この時期に土作りしっかりとやっていただければなっていうふうに思います。この動画面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。概要欄の方ね、ピロッと見ていただけると今日のお話まとめてあります。あともう一つですね、メルマガを僕毎週一通ずつ書いておりますので、動画で見るよりも聞き流したいとか、それから文字で見たいっていう方は、ぜひメルマガの方も登録してみてください。ボイシーっていうね、音声メディアの方もやっております。それも概要欄に貼ってあります。朝の忙しい時間帯とか、通勤中とか、夜寝る前とかね、お料理作りながらとか、聞き流しができる園芸のお話をメインにお話ししてるんで、そっちも登録ぜひよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。さよなら。